ここがゴールドショア。次はこの町の成果ですね。そしてあとはフレームグレースに戻り、大成果に注ぎ火を行うだけ。式年放火の旅もあと少しで終わりです。あら、あの方は。レオニール商会のマティアスさん、こちらにいらしていたのですね。これはオフィリア様、ご無沙汰しております。あの時はきちんと挨拶もできず申し訳ございませんでした。いえ、お気になさらず。しかし大司教様がお倒れになるとは。式年放火もリアナ様に代わってオフィリア様が執り行われているとか。突然のことでご苦労も多いでしょう。いいえ、私が望んだことですので。それに紹介の方々がリアナのためにしてくださった準備、今私の役に立っております。本当にありがとうございました。いえいえ、どうやらかえってお気を使わせてしまったようですね。ぜひそのお優しさで人々をお導きください。病気や貧困、そして戦乱や天災など人々の苦しみは尽きません。昨今は聖火の教えに異を唱える者まで現れていると聞きますから。それは悲しいことです。いや、余計なことでした。申し訳ございません。まずは式年放火の儀式を必ずや成功させてください。私もお祈りしております。はい、ありがとうございます。それでは私は仕事がありますので、これで失礼いたします。しばらくこの町におりますので、またお会いできればと思います。では。オフィリアさん、はじめまして。おっと。いや。申し訳ございません。ようこそ。ええ。あの。
申し訳ございません。いや。オフィリア、よかった。安心して。ああ、オフィリアです。それで、実は、それで、お願いです。聖火の加護と祝福のあらんこと、
は。いいえ。ありがとう。オフィーリアです。なんで？はい。いや。だって。オフィーリア様。それで？これは脅迫状？正直に申し上げます、オフィリア様。私は先ほどまで迷っていました。あなたから種火を奪おうかと。娘のリソはまだ7つになったばかり。今も不安に泣いていると思う。種火を奪うなど聖職者として、いえ、人としてあるまじきこと。司教様、私は覚悟を決めました。娘のことはもう。司教様、大丈夫かな。はい、もう落ち着いたようです。相当な辛労だったのでしょう。父が我が子を思う気持ち、それはかけがえのないものです。それを利用するなんて許せません。私は司教様の娘さんを助けに海岸の洞窟に向かいます。そんな危ないよ。いえ、知ってしまった以上放っておくことは私にはできません。大丈夫、心配しないで。はい、必ず戻ってきてくださいね。
いえ。それは。そしてマティアスさん、それは。はい。でしたら。なるほど。参ります。行くよ。はい、よろしくね。さて、覚悟がいい。火炎よ、やっつくせ。横一文字切り。負けません。やっ、成果の加護に感謝します。ごめんね、素人さんとは踊らない。